はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画は、前回リバークされた山荘を、まあ、変更点解説しながら散歩。全、マップ全体を散歩したんですけれども、今回は、防衛方法、ポイント、まあ、ポイントは変わってないんですけれども、だいぶね、構造が変わって、窓も減ったりして、防衛の方法、特に2階とかはね、かなり変わったんで、ちょっとその辺、まあ、工事するところ、まあ、自分なりの考えですけれども、それを述べながらやっていこうかなって思います。あと、そうですね、1チーム単位で、補強壁を10枚、1人2枚だったっていうのを、1チーム10枚っていうくくりになったんで、1人で10枚補強できるようになったんで、まあ、そういう意味でも、まあ、こういう、まあ、そうですね、マップ研究っていうか、結構やりやすくなったかなっていう感じはするんですよね。ではまずは2階から考えていきましょう。考えてっていうかある程度自分で考えてるものがあるんで、それを述べたいかなと思います。ではまずは2階、まあ今までここにテラスがあったり、まあ直の窓がいっぱいあってどうにもならなかった2階、まあ、まだローテーションホール作って、リビング側、まず2枚補強ですね。まあ、ミラ窓とか貼って、まあ、例えばここに貼って、こっち側の進行を見るとか、まあ、もしくはこっち側に貼って、こっち側のバルコニーの、ここに貼ればこのバルコニーの進行が見れるんで、そういうこともできますね。ただ今回はまずミラーなしでっていう考えでやっていきたいなと思います。まずこっちの階段側、図書側の方も補強しちゃうと。で、ですね、ここは開通しちゃいます。メインバスルームにつながるところ、ちょうどピアノルームとクローゼット、メインバス、ここを全部一直線で開けちゃいます。ここはローテーションをしやすくしてフレキシブルに守れるようにっていう感じですね。そしてあとそうですね、例えばこっち側、図書を守る、図書そのものじゃなくて図書からの進行を守るため、ここで、まあ、例えば来るっていうこと、そっちが来るっていうことを想定した場合、まあ、ここを補強します。で、ここを補強することによって、ここですね、ここからの射線を防ぐことができると。で、残り4枚。残り4枚の補強をどうするかっていう考えですね。まあ、順調に考えればここでね、ここ。メインベッドにつながるところ。こんな感じですね。まあ、こっちから進行するか、向こうから進行するか、図書から進行するかっていう感じになると思うんですよね。まあ、あとはそうだな、ここも、まあ、とりあえずここ補強しとけばいいかなって感じですよね。うん、こんな感じ。で、まあ、このバスルームから攻めてくるっていうこともあるから、まあ、攻めてきたらこっち側に対比しながら勝負するとか、まあ、あとはこっちに引きながらっていう感じですね。で、こっちに引きながら、こっち割られるときついんで、ここを補強するっていう感じですかね。
まあこういう落とし戸開けておいて、降りてこっちの記念品室からリテイクする、こういうこともできるようになりましたね。まあ地下に降りてリビングの方に行くっていうのも、まあ前からできたけど、これはこういうこともありですね。あとはそうですね、ラペリング、今ラペリングができるようになったんで、この辺とかもうラペリングができるようになったんで、仮にここをラペリングしたとしたら、ワンチャンここから地下から飛び出してっていうこともできるようになりましたね。まあこれは相手がどういう風な攻めをしてくるかによって、まあ選択肢が増えたよっていうことですね。まあやっぱりこの窓のね、外からの一方的な射線が減ったっていうのが、まあ一番のポイントかなと思いますね、ここに関しては。あとボムの仕様変更も伝えておこうかな。このボムのテクスチャーが変わって、ここの間から、この辺に隙間空いてて、こう強ポジだったんですけども、まあ、強ポジは変わらないんですけれども、このボムの間から抜くこと、弾を撃つことができなくなりましたね。これは結構、でかい修正じゃないかなと思うんですよね。今までだとこの金網と通して射線を通すってことができたんですけど、それができなくなったっていうことですね。まあ、ちゃんとこうやって体出して撃ち合いましょうっていうことですね。ボム裏にポジションするなら。まあ、あとはそうですね。まあ、ここの辺を防衛ラインに設定する。まあ、ここに窓があるから、ここに立ておくっていうのは、ちょっと危なすぎるんで、あれなんですけれども。そうですね。ここからの射線に対処する。まあ、こう、ラペリングでやれるんで、やっぱさっきみたいに飛び出し、地下から飛び出しっていうのが一番効果的かなとは思いますね。まあ、あとは普通に打ち合いするとかね。まあ、あとはこっちから C4 投げるとか。そういう感じの対処の方法がありますね。今までだとね、本当に、とりあえず外との打ち合いを制する。リスキルして、とりあえずまずは数を減らすとか。そういうことをしないとなかなかね、ここの、特に2階の防衛きつかったんですけれども。こう考えれば、結構防衛はしやすくなったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あとは前見に防衛ラインを設定するなら、そうですね。あっちからの車線を通らないようにミラー窓を張るとなると、ここに張るしかない。ここに張っても向こうから車線が通るからあんまり効果的ではないですよね。まあ、となると、ここにミラー窓を張るのもありかなって感じですよね。まあ、この辺にミラー窓を張って、まあ、メパスルームからの進行を阻止すると。っていう感じになるかな。あとはそうだね。そうだな。まあ、普通にこの辺にポジションして、まあ、ここ、まあ、防ぎつつ、向こうと打ち合う。っていうのもありかな。まあ、一応、あと、ここから飛び出して、ディスキルっていうこともできますね。あとは、そうだな。まあ、攻め側から考えてると、
やっぱりこっち側から攻めたくなるよね。メインベッドルームに設置っていうことを考えるはずなんですよね。仮にここの辺に設置とかできれば、一応この窓のラペリングから見れるし、あと位置によっては多分こっちのラペリングからも見れるんじゃないかな。この辺に設置すれば、まあ、なんでできればこっち側から取ってってっていうのがまあ理想かなと思うんですよね。こっちからの攻めはどうなのかなっていう感じですよね。こっちからも車線通されるし、そんなにこっちからの攻めが強いとは思えないかなっていう気はする。まあ普通にここ一度ってそっちから入ってきたの C4 で倒すっていうこともねできますし、あんまりこっちからの攻めはしにくいかなっていう気はする。まあそんな感じですかね、この2階の防衛は。まああくまで参考程度ですけどね。まあミラー窓がいたり、あとは盾を使って防衛するっていうねこともできますしね。まあいろいろ選択肢は増えたかなと思います。特にやっぱり外からのね一方的な車線が減ったことによって、まああとはルート、ローミングできるルートが増えたことによって、リテイクもしやすくなったっていうことですね。とりあえず2階の防衛はこんな感じになります。まあとりあえず一つ一つのポイント解説していこうと思うので、また次の動画でね、今度は1階解説していこうかなって思います。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、 Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。